さあ、ポルシェ新型マカン試乗編ということで、今回は通常モデルのマカン、そして GTS、この2台をですね、一挙に乗り比べつつ試乗編というところで行ってみたいと思います。ラブカス TV 川口学です。まあもう皆さん内外装チェックでもう2台まとめてご覧になっていただいて、どうですかね、やっぱ GTS が魅力的ですけれども、通常マカンもオプションつけてあげるとかなり自分好みの見た目にも仕様にもなるなというところが分かっていただけたと思うので、このあたりはまあ値段含めると悩ましい部分かなというところですよね。では走行編どんな感じなのか、どんな違いがあるのかというところで行ってみたいと思います。さあ、まずは通常のマカン乗っています。こちらは搭載エンジン2リッターの直列4気筒の直噴ターボということになりますね。最高出力は265馬力、そして最大トルクは400Nということなので、この時点で動力性能的には十分と言える、そんな1台になっています。ちなみにこのマカン、車両重量は車検証上の記載で 1870kg ということですので、そこそこ重いですけれども、まあ、265馬力 400Nこれを7速の PDK を介して四輪駆動するドライブトレイン組み合わせてますので、これ0、100キロ加速はスポーツクロノパッケージを採用している車だと 6.2 秒という結構な瞬速を実現しているわけですね。さらに最高速も232キロというものを実現しているということになります。で、今回の使用者の場合オプションがいろいろついてるんですけども、まず一つポイントはタイアンドアラミホイールですね。これはマカン S のホイールがついてますので20インチということになります。まあ、ここでだから少しサイズが大きいものを採用しているというところですね。そしてさらにこの車の場合は可変ダンパーなんかは備わっていないということで、純粋なメカサスということになります。なので走り出すとやっぱりちょっとこうゴツゴツした感じというのはかなりあって、これはね、人によってね、やっぱ好き好きあるな、ダイレクト感があっていいっていう人もいるだろうし、これはちょっと硬いでしょうっていう人もいるし、まあ今ご覧になっていただいて分かりますように、継ぎ目でこう向きが変わるぐらいの入力は出てますよというのはご覧になっていただいての通りでございます。このあたりをね、どう考えるかというところではありますよね。まああと今20インチ履いてますけれども、これ通常であればもっとインチが小さくなりますので、それとの組み合わせだと、まあ、もう少しですね、乗り味は緩和されるという方向に行くので、それはそれでいいかと思いますし、まあ、PSM 選べば可変ダンパーつくので、その分バネも柔らかくできるので、もうちょっと快適性上がるかなというところですけれども、まあ、今日乗っているこの通常のサスペンションの20インチの組み合わせだと、ちょっときついぞっていうのは、まあ、本音ですよね。だ、僕もこれだったら、まあ、せいぜいやっぱり PSM つけたいなっていうところはありますよね。とはいえですね、固定の機械式のサスペンションがついてるわけで、これが、まあ、マカンのスタンダードなセットということなんですけども、乗ってみるとやっぱりこのスタンダードのセットっていう部分が非常にやっぱりこう走り重視、運動性の重視っていう感じだからこそ、このぐらいのハードな感じになるんだろうなっていうのはすごく感じるところですね。さあ、ではここから首都高に入りますので、ちょっとモードをスポーツに切り替えましょう。これでかなり音もいい音になるかと思われます。チャンスがあればスポーツレスポンスのボタンを押してみたいと思いますので、これでちょっとどんな感じなのか試してみたいと思います。ちなみにもう今スポーツにしてるので、音はそんなに大きく変わった感はないかな。そっか、これあれだ、マフラーの出口のところは GTS と同じものになってますけれども、スポーツエグゾーストはついてないので、スポーツにしても音はそんなになんか変わる感じっていうのはないですね。はい、じゃあでもここから行ってみたいと思います。レディーステディーゴー。まあ 6.2 秒だから結構速いです。気持ちいいぐらいの速さかなというところで、でエンジン音は今聞いていただいた通りで、そんなにこう盛り上がるような感じの音はしてないというのはよく分かっていただけたかと思います。なのでやっぱりエンジンの魅力を求めるのであれば 2.9 リッターの V6 ツインターボになってくるなというのは致し方ないところですね。ただ動力性の時にはこれでも十分以上に動力性能ありますし、快適に乗れることは間違いないというところですね。とはいえちょっとノンアルサスだとやっぱり20インチとの組み合わせはハードだぞというのは正直なところですね。さあ、ここでもせっかくなのでスポーツレスポンス
あーやっぱりね、迫力には欠けるな。スポーツプラスにしてもこのぐらいの音ですからね。まあでも普通のマカンに乗るんだったら PSM はつけたいところかな。それで20インチにするか19インチのままにするかっていうところで行った方がチョイス的には幸せかと思います。ではこのまま GTS に乗り換えてみたいと思います。マカン GTS に乗り換えました。いやーこれはね、やっぱりね、サスペンションがいいですね。一言、まず重量で言うと GTS は車検所得で2020キロなんですよ。で先ほどのマカンが1870キロなんで、まあ、相当に重いというものなんですが、当然エンジンもハイパワーのもの乗ってるので、そのあたりの差は全く感じない。しかも重厚な感じが出てて、さっきよりめっちゃビターっとした感じがあるのが特徴。しかも GTS は通常のマカンよりさらに運動性能を高めているので、足が硬いだろうなというところを想像するんですけれども、この GTS はエアサスを備えてるんですね。なので乗り心地はさっきの通常のマカンよりも全然いいです。もう段差のですね、もうマナーが相当いい。ここもこんな感じですよ。トトン。さっきだったらもうもっと揺すられる動きが出てたんですけれども、それがないっていうのはもうエアサスの力であること間違いないですし、こちらはですね21インチのタイヤホイール履いてるんですね。なので向こうより1インチ大きいにもかかわらず、この乗り心地の良さ、しっとりとした感覚、そして重さによる重厚な感触があって、いやいいなというところはすごく感じますね。こちらドライブライブの方でもお伝えさせていただいたんですけれども、ちょっとハードなスポーツセダンかいみたいな、そんな感触なんですよね。なのでこの首都高のカーブを曲がっても全然よれる感じが全くないですし、むしろしなやかに路面をいなしていく感覚があるというのが特徴ですよね。いやいいね、この足は最高。そう考えると足的にはやっぱりこれがベストと言えるものになります。まあ、PSM 選べば可変ダンパーつくのでそれもありだと思いますけれども、エアサスがあるならばやっぱりその方がいいに越したことはないという部分ですよね。なのでこうして乗っていると本当に気持ちいい走りになっているぞというのを痛感する、そんな一台になってますね。この GTS といえば搭載エンジンですけれども 2.9 リッターの V6 のツインターボ、これを採用しています。このエンジン最高出力は実に440馬力、そして最大トルクこちらは550ニュートン発生すると、そしてこれを7速の PDK を介して4輪を駆動するという仕組みになっています。はい、今スポーツモードにしました。スポーツモードにしてギアを下げるとこのように、バブリングもすごいバブバブ言ってますね。相当に気持ちいいものになっています。しかもスポーツレスポンスのボタンが真ん中に備わってますから、預金所を通過してこの一速の状態からスポーツレスポンスにしてレディーステディーゴー。めちゃくちゃ伸びがある。さすが0100キロ加速も4秒台を実現しているだけありますね。相当に気持ちいい車になってますし、カーブを曲がるとこの足の良さが本当に、やっぱエアサスなんで粘りもちゃんと出してくれるですけれども、懐深くしなやかに受け止めてくれるこの感じがあるので、すごくですね、じんわり来ながらもある傾きのところでしっかりと押さえてくれる、そんな踏ん張りがあります。なのでね、これ乗っちゃうとやっぱり通常のマカンから比べるとだいぶね違う車だなっていう感じはどうしてもねしちゃいますよね。そこはまあ致し方ない部分ですよね。さあレディーステディーゴー。いやー足さばき最高。このコーナーを曲がりながらの加速でももうじんわりボディを動かしてくれて、しっ
かりと受け止めてくれますし、アクセル入れると救おうとする感じでぐいぐい前に押してってくれる、この感じがたまらなくいいですよね。このあたりも最高です。でジョイントがあるこのカーブでも全然ブレがなくて、路面にへばりつくとはまさにこのことと言えるような走りが生まれています。いやだから超気持ちいい。これはねサイズ的にも毎日乗れるサイズだし、結構全長コンパクトなんで、そういう意味ではすごいね、普段乗りがめっちゃいい乗り味で堪能できる車ですよね。これをね毎日の仕事とかで使ったら相当活力になりますよね。なんか乗ってる自分が元気になれる、そんな良さがある走りを提供してくれる一台になってますね。そこがすごくいいところです。これはねやっぱね、先日も911の GTS 乗って感激しましたけど、やっぱりねポルシェの GTS っていいですね。乗り心地の良さとスポーティーさのこの高次元なバランスが他にやっぱり比べるものがないぐらいの高次元になってるので、その魅力というのは相当でかいもんだなということを感じますね。なので今回は通常マカンと GTS 乗ってきて、どっちも良さありますけれども、これでどっちか選ぶって聞かれたら、走りで言ったら僕は間違いなく GTS を選ぶなっていうところですよね。ただだからマカンの通常モデルを選ぶんであれば、タイヤは大きくしなくていい、それで PSM はつけたいみたいなチョイスをするので、今回紹介しているマカンはあれもオプション相当ついてるので、まあ、1100万ぐらいになるんですけれども、レザーにステッチ入れたりとか、ああいうところを諦めてもいいから PSM とかつけたりとか、乗り心地いい方にやっぱ持ってって乗った方がマカンの場合はいいなと思いました。で一方でこの GTS、 こちらもオプションペアついてるので、まあ、1500万ぐらいになってるわけですけれども、こちらは車両価格だけでいうと1188万なんで、これにまあなるべく変更はしないで必要なオプションだけを持っていって、まあ少し価格を抑えた状態で乗るっていうのもだからいいかなと思うんですよね。なので今回紹介した車でいうと、通常のマカンも GTS もどちらもオプションを抑える方向でまあチョイスするといい感じになるんじゃないかなというところですよね。僕ならそんな選び方で乗りたいなと思いますし、まあそういったところを抜きにしてオーバーオールでマカンでどれを選ぶってなったら、やっぱりこの GTS の魅力は相当でかいですね。で乗り味もいいという部分もありますし、まあ、エンジンのそのパワフルさの部分と気持ちよさの部分ももちろんありますし、それでいてやっぱり見た目のかっこよさという部分がありますので、そうなるとやっぱり GTS モデルがラインナップされているときは GTS 買うのが一番いいんだろうなっていう回に、まあ、落ち着くっていうところですよね。というわけで今回ですね、ポルシェの新型マカン、通常モデルと GTS 乗り比べつつですね、皆さんにお届けしてきました。そしてやっぱり結論は、皆さんも多分画面の向こうでそうなると思ったよというふうに思ってると思いますけれども、 GTS がいいですねということで、やはりこれはね改めて言うならば、皆さんポルシェの GTS って本当にいいですねというそんな結論に至るわけです。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV ではというわけで欲しい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカス TV 川口学でした。